Alright guys, it's Kintips. Today we're playing some more Yakuza 0, and this is, I believe, part 3. Let's get to it. We need to go ahead to the Dojima residence. Oh, sorry, the Nishiki's office. Ooh, that looks nice. Heyo, Kiryu. Hayakattara. すいません、柏木さん。お手間かけさせるような真似しちまって。どうもすいません。はい。よく無事だったな。お前が本家から呼び出されたってとこまでは錦山から聞いてる。Captain of the Kazama. Hmm. そっから先何があったか大方予想がつく。クゼのおじきあたりが風間を裏切れとでも言ってきたんじゃねえか。ええ、そうです。どういうことなんです。空の一壺で桐生が死なせたって死体は銃で殺されていた。もちろんこいつがそんなことするわけがねえ。つまり誰かにはめられたんだ。たはそれもっと早く言ってくださいよ。俺はもう本当に兄弟が人殺しになっちまったのかと。錦、面倒なことになったな桐生。とにかく久世と何があったか全部話せ。なるほど。つまり若頭補佐の三人衆が頭の座を争ってるってわけだ。風間の親父がいないのをいいことにな。冗談じゃねえ。親父さん以外に堂島の頭が務まるかよ。落ち着け錦山。それより久世の話に出た空の一壺だ。お前らが知ってるのはほんの触りだけだな。ええ、柏木さんは詳しくご存知なんすか。ああ、まず今神室町のある一帯に大規模な再開発計画があってな。堂島組の例の若頭補佐3人が食い争うように地上げをしてる。それなら聞いてます。権利者バラバラの土地に根こそぎ買い漁ってるって。そいつをまとめ上げてでかく転売するはずでしょ。そうだ。だがその中にどうやっても手に入れられねえたった一坪ばかりの更地があるんだよ。それが空の一坪。ああ、そいつは最近になって一帯の地上げが8割方終わろうって時に見つかった土地でな。厄介なもんで再開発用地のど真ん中にある。そこが手に入らん限りいくら周りの土地まとめても売り物にならねえ。そんなからくりがあったのか。ところでその一つをまだ誰も手に入れてないんですか。所有者が行方不明らしい。もし今出てくりゃ10億って値になってんだがな。10億、たった一坪の土地が。ああ、空の一坪が欠けりゃ再開発自体がひっくり返る。だが堂島組は周り一帯の地上げにもう100億以上突っ込んでんだ。
一坪十億だろうが今さら引けやしねえ。クゼはその土地を手に入れるのに必要なある情報を風間のおやすさんが握ってると言っていました。風間のおやすさんの持ってる情報って何です？いや、わからねえ。俺も初耳だ。でもやっぱり姿消している土地の所有者に関係することでしょうね。何にしてもクゼはその情報をおやすさんから探らせるために気流をはめたってわけか。ああ、そのために人一人殺してまでな。おめえら今の状況わかるか？気流は当然として追い詰められてんのは風間の親父も同じだ。気流が仇殺したってことで冒険人の親父もけじめを迫られる。その上クゼが殻の一つぼ手にして若頭になってみろ、奴は親父を必ず組から追い出す。組から追い出す？まさか堂島組の波紋もあり得ると？ああ、親父も無所にいる以上今は何も手が打てねえ。あのおやすさんが波紋？破門された極道の末路は言わなくてもわかるな。一度上までのし上がった後で底辺の屈辱に耐えられる人間は少ねえ。自殺したホームレスに元極道って肩書きがついてるのは珍しい話じゃない。 でも桐生は実際殺しはやってないんです。こいつの疑いさえ晴らしゃ親さんも破門にはならねえはずでしょう。疑いを晴らすには真犯人を抑える必要がある。そうだ。だがクゼが真犯人を握ってる以上手は出せん。相手は堂島組の幹部だ。この世界で上に噛みつくことは何があっても許されねえ。でもこのままじゃ桐生は無所にぶち込まれるんですよ。俺らがクゼに手を出せば風間の親父は余計立場が悪くなる。その時点で波紋は確実になる。だったらどうすりゃいいんですか？俺たちは。柏木さん、とりあえず俺の濡れ衣も殻の一つぼも後回しだ。今とにかく俺はおやすさんを守るために動きます。何かいい手があるのか？俺の不始末は俺一人でけじめつけます。おやすさんに責任がいかないようにするにはもうこの手しか残ってねえ。一人でけじめつけるって何する気だ、キリュウ？俺は今日限り堂島組を抜ける。杯返して極道から足を洗う。キリュウ、お前、今回の一件とにかく俺一人の責任としてケリをつけるんだ。その後クゼを捕まえて真犯人の居場所を吐かせ。何言ってんだ、杯もらって3年そこらのヤクザが五体満足で足洗えるわけねえだろ。最悪殺されんぞ。認めたかねえけど今の堂島組仕切ってんのはクゼだ。それを袖にしたお前が組み抜けるっつってあいつが生かしとくと思うか。杯返す先はクゼじゃねえ、堂島組長だ。それにまだ殺されると決まったわけじゃねえ。車回してくれ錦、これから組の事務所に行く。ふざけんなって、お前やけになってるだけじゃねえか。うるせえ。他に手はねえんだ。このまま指くわえて見てるわけにはいかねえ。やめろ桐生、錦山の言ってることは正しい。正しいかどうかなんてどうでもいい。所詮俺は風間のおやすさんについていくために極道になっただけの半端もんです。
俺の不始末で親父さんに迷惑かけるくらいなら俺にも覚悟があります。おめえ舐めたこと言ってんじゃねえぞ。あ？俺の言うことが聞けねえのか。ああ、キリュウ。ええ、たとえ風間の親父さんが止めたとしても俺は行きます。こんな許してください、柏木さん。錦、車頼む。長い間お世話になりました。俺らの道は俺らが自分で決める。今まで育ててもらった恩とは別の話だ。今さら善人ぶんなよ。あんたもヤクザなんだろ。だったら俺らがヤクザになるのを止める資格なんてねえじゃねえか。キリュウ、俺たちはずっとあんたの背中を見て育ったんだ。いい車乗って、肩で風切って、周りの人間に頭下げられて、そういう人間になりてえって。俺たちがそう思っちゃいけねえのかよ。施設上がりの人間は夢を見ることも許されねえってのか。なあ、今お前何考えてた。何もぼーっとしてただけだ。ほらよ、いつだったか親父さんに殴られていた時のことを思い出してた。俺たちがこの道に入る前の晩だったよな、確か。てっきりお前も同じこと思い出してるもんだと思ってたよ。やっぱりおめえにはかなわねえな、兄弟。
見慣れたはずの事務所が今日お疲れ様っす。親父は？ええ、いらしても。ここで降りんのは俺一人だ。え？組長に伝えてくれ。桐生一馬が。桐生さん。ああ。すまなかったな、錦。お前はもう本当にやるんだな。組長に話をつける。死ぬと決まったわけじゃねえ。お前にそんな真似ができるのかよ。またな、兄弟。Alright, let's see who's the boss.What? He's the boss? クミを抜けてってことで。はい。組長に破門のお願い。ああ、残念だったな。土曜の8時じゃダメだ。親父に。Oh, he's not gonna let him tell him. てめえ。縁故も詰めてねえじゃねえか。手ぶらで食う。てめえ、極度舐めてんのか。あんたと話に来たわけじゃねえ。今現場で組み仕切ってんのはこの俺だ。縁故は詰めねえわ。おれ学生気分で敷居またげろと。一粒の情報を聞き出せ。組長に合わせてもらえませんか。答えはノーってことか。じゃあもういいわ。てめえは使い物にならねえってことだな。ああ、you gotta be kidding me. Come on.So if you guys don't know, Kiryu is the dragon of Dojima. So. お前にあのそばについそいつを蹴らなきゃ死なずに済んだのによ。あ、米田！はい。消し方考えろ。地味ですけど、山の中で生き埋めが一番かと。薬品でドロドロにして流すってのもありです。ああ、死体は残せよ。後々こいつの死体が見つかった方がいいんだ。ど。Kidding me? Anta? Ah? Kumi wo? Katte ni korosu no ka? Kumi-chou ni mudan de? Neboketen no ka? Mou oyaji nante kankei nei yo. Temei wa kumi nuketan daro. There you go, he just left the family. There you go. Tashika ni sou da.その言葉待ってたぜ。何？てめえ！てめえ、兄貴分に向かって何しやがる？
No, because I'm not part. You're not part of the family. I'm not part of the family. I'm not part of the family. You said that earlier.かかってくんのはあんたらの勝手だが、こっちも遠慮なく手出させてもらう。クゼの兄貴。こいつは俺がやらしてもらいます。Oh, there we go. Finally, it's getting good. 任せる。好きにしろ。待て。あんたにはまだ話がある。俺にはねえ。どうせお前はここで死ぬんだ。もし生きて俺んとこまで来られたら、話ぐらい聞いてやる。なら、首洗って待ってろ。Here we go, fight time!覚悟はいいな。いつでもいいぜ。来Again, look at that.
5 million. The urinal. He didn't even wash his hands. Look at that. Crazy. Again? Oh shit! Ah, I got cut. I don't know how he's gonna survive that one. Better use something there. Alright, boss time. Kazama no Kashiro もいいガキを使うとしたもんだ。俺がまだボクシングやってた頃に、おめえと会ってたら、プロモーターになりたいぐらいだ。クゼ。口が聞けなくなる前に吐け。 殻の一粒の真犯人は誰なんだ。どこに隠してる。ガキが調子に乗りやがって。下にいた役立たずどものせいで勘違いさせてまったらしいが。
道島を甘く見るなよ、キリ。お前はもうこの手で直接やらねえと気がする。Alright, we'll see. いつまでの動きたるてんだ。さっさとかかってこい。ああ。かかってこねえなら、こっちから行くぜ！Oh, two more. Crap. Kyudai! Take a seat! Kono ga shimashiru! Who is this? Is this the boss? It is the boss. Dojima, Kumicho. Taiman hatte tan janei no ga, kuze. Dojima no wakagashira hosa tomo aru mon ga, mittomo nei haji sarashi yagaru.風間の器にはほど遠いな。でも親父、その頭が拾ってきたガキがこいつです。桐生一馬です。お前取り立てで相手ぶっ殺しちまったそうだな。バカな真似しやがって。そのことで組長にお願いに上がりました。俺は誓って殺しはやってません。ですが疑いがかかってる以上、組に迷惑をかけられません。だから俺を破門にしてください。虫がいいこと言ってんじゃねえぞバカ野郎。おやじ、こいつは俺がきっちりけじめつけます。これ以上おやじに迷惑かけませんから。お前片毛に手かけんのか。桐生はお前の裁量で組抜けさせたんじゃなかったのか。そんなこと、いや
俺はしてません。親父に向かって嘘はよくねえな兄弟。阿波野、俺もはっきり聞きました。桐生はもう組を抜けた人間だ。それを殺すのに親父の許しはいらない、そう言ってましたよね、クゼの兄貴。てめえらクゼ、これ以上無様晒す気か。Oh, no way. We're gonna make him cut his pinky finger off. さあ、兄弟。クゼ言の会の人間なら作法は知っていますよね。兄貴の好きなけじめです。男、見せてください。うちの若頭補佐が一度口にしたことだ。桐生一馬、今日限り堂島組を破門とする。堂島組長、ありがとうございます。桐生、ここまで苦労して組を抜けたかった理由は何なんだ。俺と風間のおやっさんの身の潔白を明らかにするためです。今回の一件、俺は殺しをやってません。風間のおやっさんも全く関わりありません。ですが、あの一つぼで俺が金を取り立てた男が死に、組に迷惑かけちまったのは事実です。俺は組抜けて責任取らせてもらいます。ですから、どうか風間の親父のことだけは。さあ、飯でも食うか。はい。堂島組長、お前が組抜けて取れる責任ってのは何だ。それは絶対に俺が、あの一粒で男を殺した犯人を捕まえます。それで俺と風間のおやっさんの身の潔白を。そうか、その必要はない。でも犯人を。犯人、そんなのはサツが勝手に探す。お前はもう仇だ。それじゃけじめがつきません。けじめだからてめえは仇だろうが。今さらごちゃごちゃうるせんだ。お前は自分の不手際があると認めるところはあるんだろう。はい、少なくとも自分があの場所で追い込みかけなければ、ひょっとしたらこんなことには。だから波紋を申し出た。
そうです。安心しろ、けじめならきっちり取ってもらうさ。え、風間が拾ってきたガキ、キリュウ、お前の不手際であの土地に手が出しづらくなっちまった。その責任は風間に取ってもらう。お前もさっきまで極道だったんだ、この理屈はわかるだろう。堂島組長、極道は一度身引いたらしまいだ。お前は仇として幸せになる道でも探すんだな。どうすればいいんだ。じゃあ俺はどうすればいいんだ。出ますか。このままだと風邪をひいてしまいますよ。私は立花と申します。立花、あなたが今置かれている状況は全て承知しています。私はあなたと会うこの時をずっと前から待っていたんです。少しだけ話聞いていただけませんか。桐生一馬さん、guys. Man, the graphics are good. The character models are really good.There is this Dragon of Dojima tattoo. It's not painted in yet, but... Shokuji, まだ済んでませんよね。よかったらいかがです?悪いが、空気にはなれねえ。あんたが誰かを聞くまではな。私に危険はありませんよ、桐生さん。くつろいでください。俺の服はだいぶ汚れていましたのでクリーニングさせています。すぐにお返ししますよ。立花さんだったな。
ええ、ご安心ください。私は片木の人間です。神室町で不動産屋を営んでいます。不動産屋？それが俺に何の用だ？料理本当に食べないんですか？ Maybe he's the one that owns the lot. Remember he went missing.右手は義手です。不作法ならばご容赦を。数年前に失ってから寒くなると痛みます。不思議なものでないはずの指先までうずいて鎮痛剤も効きません。四六時中痛みを我慢するだけです。でも痛みを顔に出すのは面倒なんでやめました。そんなことは聞いてねえ。桐生さんは登場過剰という言葉を知ってますか？登場？登場過剰、いくつもの花が集まって大きな一つの花になっているものをそう言います。実はあなたもよくご存知のある花もその登場花序でしてね。何の話をしてる？ひまわりですよ。ひまわりのあの大きな花はたくさんの小さな花の集まりなんです。子供が集まる養護施設につけるにはいい名前です。風間さんがひまわりと名付けたんですか？あんたは一体？あなたはひまわりで、錦山さんと兄弟同然に育った。もう一人、沢村由美さんというお嬢さんもです。やがてあなたと錦山さんは親と慕う風間さんを追って極道の世界に入った。そして今は殺人の濡れ衣を着せられ、その影響で風間さんも波紋の危機にある。もういい。あんたが俺を調べたってのはよく分かった。大した情報源を持ってるらしい。だがなんで俺を調べた？あんたの目的は何なんだ？今神室町の不動産屋が欲しがるものといえば一つしかありません。空の一粒に決まっているじゃないですか。また空の一粒か。私と手を組んでいただけませんか、桐生さん。堂島組の若頭補佐たちが空の一粒を手にすれば、風間さんは波紋を免れません。ですが私があの土地を手に入れれば、風間さんを守ることができます。それにあなたの濡れ衣を晴らさなければ、神室町における我が社の情報網はちょっとしたものです。私と手を組めばきっと真犯人を追えます。なんでそこまでして俺を引き入れようとする？あんたの本当の目的は何なんだ？俺の服を返してくれ、立花さん。私の申し入れを拒むと？あんたの話は俺にとって都合が良すぎる。この町じゃそういう時ほど用心しなきゃなんねえ。生き残るためにはな。なるほど、少し甘く見ていたようですね。でもいつか考え直してくださると信じています。せめてこの名刺だけはお持ちいただけますか？ああ、わかった。服はすぐに持ってこさせます。では私はこれで。
Alright guys, I'm gonna save it here and stay tuned for part 4, I believe.